和田豊かスパイ中不倫事件。和田豊かといえば現役時代17年間阪神一筋でプレー、その後コーチを経て12年から15年までは阪神の監督を務めました。地味ながら4年間で3度の A クラス、2014年には優勝した巨人をクライマックスシリーズで4立てし、チームを9年ぶりの日本シリーズ進出に導きました。また彼を語る上で欠かせない代名詞があります、スパイス。この代名詞スパイスはいかにして生まれたのか。2012年の監督就任会見で和田は、現在の戦力でも少しスパイスを加えれば優勝争い、優勝できる戦力があると発言。そのあまりにも斬新な表現が阪神ファンの心を捉え、この日を境にスパイス和田などという愛称で呼ばれるようになりました。しかし肝心のシーズンでは3度の A クラス、いずれも優勝争いに加わるも、勝負の9月に必ず失速し、その勝負弱さからスパイスやめろなどとファンから辛辣なヤジが飛び交いました。ただ世代交代過渡期の難しいチーム状況の中で一定の成績を残した点は評価されるべきだと私は思います。そんな彼がどんな事件を起こしてしまったのか、そこで今回の動画は和田が起こしたある事件について深掘っていきたいと思います。野球中継を見るような感覚で画面に全集中お願いします。まだ和田が監督を務めていた2013年、ある事件が起きました。スパイチ不倫事件。2013年7月4日発売の週刊新潮で、松田聖子のモノマネなどで知られていたモノマネタレントとの不倫が暴露されました。その記事の内容は7年間の不倫関係が赤裸々に語られていました。2人の出会いは2003年、和田はもともと松田聖子の大ファンで、松田聖子のモノマネをしていた彼女のファンになり、モノマネショーに足を運んだのがきっかけです。しばらくは友人関係が続いていましたが、2005年に入り和田から大好きだよ ×100 といった求愛メールが届くようになり、2人は肉体関係に。暑い夜を過ごした後、彼女はこれは遊びなのと聞いたところ、妻子ある和田はいや違う、これから恋人同士になるんだ、真剣なんだと豪語。しかしその後不倫が奥さんにバレ、二人は破局。しかし肉体関係は続いており、彼女は和田への思いを断ち切れず何度も復縁を迫りました。そして2013年6月28日、和田は弁護士を通じてやり直すことはもうできないと回答し、今回の暴露に至ったということです。なお今回の事件はメールのやり取りも公開されていて、そのあまりにも衝撃的すぎる内容が大きく話題になりました。愛しいナナ、おはよう、ちゅ、明日の晩は抱っこして腕枕して寝てあげるからね。真面目なイメージの和田とは想像もつかないショッキングな内容に野球ファンの爆笑をされました。その後和田監督は球団広報を通じて謝罪、それ以降は何事もなかったかのように堂々と采配を取り続ける姿に、よ、下半身タイガース、和田、俺にもチュッしてくれやーとヤジが飛んだそうです。この事件は一部のファンから彼の代名詞であるスパイスをもじってスパイチュ事件として今でも語り継がれています。というわけで今回は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた会いましょう。さらば。